どうもアガポニです。今回は位牌を強化するときに必要となる素材墓スズラン1から3を購入できるようにするキーアイテムスズラン積みの鈴玉1、これの入手方法の紹介です。それと関連してゲルミア火山の地図の場所ですね。アルター高原の西の方になりますが、少し分かりにくいので合わせて紹介していこうと思います。それでは早速いきましょう。はい、ではまずゲルミア火山の地図の場所から紹介していきます。この場所をマップでうっすらと見えるこの上の方のルートから西に行けそうに見えるんですが、途中でね橋部分が壊れてて先に進めなくなってます。なのでここから先には行けないと。こんな感じで西側への行き方が分かりにくい上に、地図も実際には西側にあるのでマップに頼ることもできないというちょっと厄介な場所になってます。というわけで実際の移動と地図がある場所を紹介していきたいと思いますが、その前に一つ特殊な武器が手に入るのでそれを紹介しておきたいと思います。この橋が壊れている付近、完成したマップで言うとこの辺りになりますが、ここにねアセビトグイアナスタシアという敵が出てきます。包丁のような武器を持っていますが、こいつを倒すとですね、神聖な解体包丁という武器を落としていきます。でこの武器何の変哲もないように見えますが、実は攻撃命中時に HP をわずかに回復するという能力を持ってます。なので攻撃しているだけで少しずつ回復効果があるというわけですね。こんな感じですね。でこれがですね、戦技においても同じ効果が発動するので、例えば霜踏みのような広範囲攻撃をした場合、こんな感じでがっつり HP を回復することもできます。いっぺんに倒すとね結構回復しますね。回復手段が増やせることになるので持っておいて損はない一本かなと思います。ただまあ必要能力値が筋力16、技量20なので、脳筋方面でステータスを割り振っていないと扱いが難しい感じにはなってます。というわけで地図の場所紹介に戻りますが、まずこの祝福罪人橋の場所は来れると思うので、ここからスタートしますね。罪人橋自体はこの上の方の風車村の方から道沿いにぐーっと南下してくる感じですね。まずはこっちです。でここにはしごがあるので、これを登っていきます。敵に攻撃されるかもしれませんが、攻撃されてもねダメージは食らいますが落ちはしないので、そのまま登り続ければ大丈夫ですね。で登ったら右側方面です。この岩を利用して向こう側に渡ります。敵がいますが無視してこのはしごをまた登っていくと、登ったら左でさらにこのはしごを登っていきます。途中にね商人がいるので必要な場合は買い物ができますね。確かこの商人は石鹸の鍵を売ってたと思うので買っておくといいかと思います。ここは左側に移動してこの橋を渡っていきます。渡ったらこの気流でジャンプすると、そしたらボスクラスの敵がいますが無視して右側から移動していきます。で下ってここは左から下っていくと、で右ですね。この奥には黄金の種子があるので回収しておくといいかと思います。ここは左で下っていきます。でここですね、私はすでに撮ってしまっているのでないですが、いつも地図が置いてあるこの石碑のところでゲルミア火山の地図が回収できます。ただここ奥から手のような敵が出てくるのでそこだけ注意です。ちなみにこの奥にはね祝福があるので、ここも合わせてチェックしておくといいかと思います。
はい、ゲルミア付近の地図が手に入ったところでね、本題のスズラン積みの鈴玉1の入手方法になります。目的の場所はこのウィンダム地下墓ですね。で、スタートの祝福はこの黄金城を望む丘から行きます。こっちのニエタチ川の方が近いんですが、分かりやすくね、こっちから行きます。ここですね。この地下墓を探索して奥にいるボスを倒すことで手に入ります。この地下墓はね、特に難しいギミックや敵がいるわけではないので、そんなに迷ったり苦労せずにボスのところまで行けるかと思います。で、ここのボスは石像タイプの敵なんですが、特に強くはないので位牌をおとりにしつつ攻撃していけば勝てるかと思います。ちなみに戦技の霜踏みに関してはね、この水が深いところでは発動しないので注意です。こっちの浅瀬の方だと若干効果が発動する場所がありますが、このボスに関してはね、場所による発動の兼ね合いなんかもあるので、隙を見て殴っていった方が早いんじゃないかと思います。はい、こんな感じでスズラン積みの鈴玉1が手に入りますね。で、これを円卓にいる双子の老婆に捧げると、以降は墓スズラン1から3が購入できるようになります。これで在庫を気にせずに位牌強化を試していけるようになると思うので、まだ取っていない方はぜひゲットしてみてもらえればと思います。それと墓スズランレベル4以降を購入できるようにする方法と、特別な名前がついた位牌を強化する霊視のスズラン、これを購入できるようにする方法なんかについてはまた次回以降の動画で紹介していこうと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。